こんばんは、どうも、ミルクサッカーアカデミーミルアーカーのミルク佐藤でございます。今日の動画はこちら、国内市場で大きな変化、最近の J リーグ移籍投稿、よろしくお願いいたします。ということで、えー、まあ、いきなり行きたいんですが、えー、あれ、なんだい佐藤一人かみたいな思った方も少なくないと思うんですけど、えっと、昨日のマンデーライブとか、あとメンバーシップのライブでもお伝えさせていただいたり、あと同じ日7月16日火曜日の朝の順位 動画ででもちらっとお話させていただいたただんですが実はあの、まーさん、今、ちょっと、お喉の方が、ちょっとやられてしまっておりまして、えー、今日ちょっと、二人で収録することができません、ね。この収録、実は、十六時からやってるんですが、直前に、ごめん、先生、のどがーと、LINE をいただきまして、えー、まあ、その直後に撮ってる際でございます。まーさん、頑張って直してねということで、皆さん、まーさんに励ましてお二もよろしくお願いします。それと同時に、えー、さてまいりましょう。なんで、今日は佐藤一人ですが、皆さん、ちょっと、お付き合いいただければと思います。えー、ということで、えー、今日は、札幌、鹿島 そして、マリノスの話。そして、えっ、ー、と、町田。そして、 ハムナ選手もね、満了ということで、まあね、レンタル満了ということでもありますけれども、今日は、えー、札幌、鹿島、マリノス、ゼルビア、プラスセレッソーの話をしていきたいと思います。今日もどうぞ皆さんよろしくお願いします。こんな感じで、えー、ミルアカですね、えー、毎日、毎朝、毎晩、そしてちょっとサブアカもだから、まあ、ちょっと喋れないのでお休みさせていただいてるんですが、まあ、プラスサブアカとかとノーミルク、佐藤、井、え、上、ー、それぞれの個人チャンネルなんかもありますので、それぞれ皆さん、チャンネル登録高評価ボタンを押していただけると幸いでございます。どうぞよろしくお願いします。ということで、あそれら全部あの概要欄からね、飛び いるような感じになっておりますので探していってくれると嬉しいですよろしくお願いしますさ参りましょうまずは北海道コンサートで札幌の遺跡の話から参りましょうこちらまずはですがまあ札幌がすっごいことになっております えー、このたび琉球から白井陽人選手の完全移籍での獲得が決定したのと、あとは韓国から、えー、パク・ミンギュ選手がやってきたよというところですね。えーまあ、いずれにあの三上 GM の方が、この夏、いわゆるコンサートで史上最大の補強機ということで、まあ、6人取るよとうう言っていて、そのうちの1人目が、まあ、大崎レオ選手でしたけど、もう試合に出てますね。で、プラス、あとはカン選手、まあ、ウイングバックとか、本当はウイングのアタッカーの選手がやってきていて、プラス 去年,去年というか昨シーズンはポーランド一部でやっていたサンチェス選手も合流し で、白井悠斗が規定で韓国からパクミンギュ、パクミンギュ選手はあれですね。左のサイドバックと左のセンターバックやれる選手でいわゆる3バックの主にその左のポジションのところを。まあ活性化というか競争意識を促したいっていうところでは V. S. 中村等をやったことになるんじゃないかなと思いますけど。えー、ここまでのところで5人の獲得がすでに発表されております。で、ただ。6人ともともと目打たれているので、まああの金子君の復帰ってことではなく、いわゆるもう一人もいるよってことは明言されていて。なんかショートカウ。ント カウンターとかロングカウンターの時にいわゆる威力を発揮することのできるちょっとセンターフォワード型の選手なのかなっていうのが元々の情報を考えるとそうなのかななんて思うんですけどがこれからやってくるとよという形になりますうーなんでその6人目の補強がまあいつというかまだからもう正直これ火曜日に我々ね火曜日の今夕方4時に取ってますけどま週末にはもうすぐ試合もやってくるっていうことを考えてで現状まだ合流してるわけでもないから仮に水木金で発表されたとしてもまあ通がリーグ戦 でののがあるのはっていうふうには思うんですが、あまあ、もう一人やってくるよというところでございます。まあ、けが人たちもね、もっとそのところに、例えば戻ってくる選手がいれば、より活性化されるのかなと思いますが、ペース的に言ったら、残り14試合を、まああの、このね、週末の1試合残ってか十15試合ってことなのか、残り15試合、平均勝ち点ペース2.0に近いところ、まあ、1.8ぐらいかな。で、いければ間に合うんじゃないかってところだから、 まあ大体まあ前半戦、ここまでのでいうと町田、ガンバ、鹿島、神戸ほどじゃないにしろ広島、セレッソ、福岡レベルでどうにか行ってくれればまあに間に合うかなと40くらいまで行けばどうにかなるかなと思いますから、まあ、そこまであとはこの移籍の補強,してくる選手補強してきた選手を含めまして札幌がどこまで行けるかってことこが注目されるポイントかなと思いますそして A2 チーム、こちらでございます今度は鹿島アントラーズです もうねね今日ねどっちかというとねこれはねもう皆さんにもそうなんだけどやっぱこのチャンネルって元々僕,僕がもともとマーさんからさ、う知ってる人もいると思うけど長年聞いてくださってる方は何回も聞いたことあるよって話かもしれないけどこのチャンネルはマーさんがマーさ,んがさ、んもともと J3 の実況ってこと始める、ダズオンさんでね始めるってことになってその僕は本当に家庭教師の先生だったんですよだから動画がどうとかじゃなくてもともとリアルで本当カフェとかでさ実際に俺マーさんにそのサッカーの先生みたいなことやってたわけ で,すよで、すよでこの選手がこうで、こういう経歴たどってきて、で、このポジションの選手が出て、こんな感じのプレースタイルだったりするんで、だ実況ではこういうふうにみたいなことやってたりしたんですけど、それで考えた時に、今日はこの鹿島いうのはさ、やっぱ三沢健人が戻ってくるよねって話は、正直1回やったんですよも、もうすでに、数日前だから、これ、皆さんも知ってると思うし、皆が聞いてくださってる人、聞いてない人でもみんなもう知ってるじゃん。で、ミサオがどのレベルの人なのか分かるじゃん。 プレイスラインも正直知ってるでしょ、言うことはないんだよ。でまあ本当、僕はね、三澤剣く君のおかげでサッカーを見るようになったってところがあるから、また見れるな、まあベルギーでも見,、ね、見たけどさ、そういうことじゃなくて、鹿島でね、見られるのはまた嬉しいってところあるんだけど、まあやっぱり今日ちょっと伝えたい選手はいるよねって話ですよ。それが、このね、えー、今回、ユースというか、まあ、ユースとユースなんですけど、まあ、昇格してくる選手がいるわけですよ。もうもちろん鹿島の、ね、皆さんは知ってると思いますけど、 いやー、やっぱり注目ですよね。大川雄悟ももちろんそうなんだけど、やっぱり吉田湊まだ高校1年生、なんでまだちょうど期末試験終わったぐらいですか最初の1学期の、いわゆる。なんで初めての高校生の夏休みをこれから迎えるぐらいの子ですけど、もう腰もユースの言われ、大事な番号40番を背負っていて、 だ去年のね FC 多摩ジュニアユース所属で,でクラブアンダー15のクラブユース選手権の優勝 MVP 得点を取った選手ででどこへ行くのかなと思ったら鹿島選んでもう,もう序盤から爆裂に、ね、頑張ってるというかすごい結果残してる選手になりますけどだあれですよメンバーシップでもちらっと言いましたけどあれですよ。 50億、100億とかっていう移籍金をこれから、町田くんがさ、もともと行ったわけですけど、そういうレベルまでもしかしたら鹿島の,そのユースのこれ今からやってくる世代っていうのは、そういうところまで達するんじゃないか、しかも数人がなんてお話をさせていただいて、まあ正直そのうちの一人ですよね。が、もう、2種登録高校1年生数ヶ月でもう2種登録ですから、まあ徳田くんなんかも楽しみですけど、 まあ知っってる人もこっちはもこち少なくなくいじゃんいやーでもだから今昇格決めたのが3人いてプラス西登録が2人いる形ですけどまずこの5人まああとは岩わに行ってる下田くんなんかもそうですがいやーちょっとだいぶ注目じゃないかなと思います、まあ、ただねトップで出てるわけではないっていうところがあるのであとはちょっと今回はまー、まあ、さんがねちょっといないよってところもあるのでまー、あ、さんはまたちょっと伝えるからこれあの吉田くんの話まずしましょうよろしくお願いします っていう感じでお願いします。ってことで、じゃあ続いていきましょう。今度はマリノスの話でございます。いやー、とても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 ,とても悔しいですよね。QL さんがかいね。まあね、理由というか、なんでだったのかなみたいなところは、前日のメンバーシップでもお話しさせていただきましたし、あとは、この動画が出るちょっと後のところで、てか今日僕、だから一人でこれ撮って、今日今から3、4本ぐらい撮るんですよ、一人で。 どどこまでやるか分かんないけどただ、5時半にこれ出してると思うんで5時半にこれ出してそのマリノスに関する話を1本、ノンミルク砂糖データラボというのは僕の個人チャンネルの方でマリノスのちょっとデータ分析実は2022年の時に実は1位だった項目があってまあ1位だった項目は2 3 0個あるんですけどそのうち実は現状だとここ最近出0試合で考えると実は最下位っていう項目が。 もう分かりやすく、ああ、ここが以前の長所だったよね、ここは今の短所だよねっていうのがちょっと出たものがあって、やっぱそれをおそらくマリノスはここから埋めていかなきゃいけない、中断期間の中で埋めていかなきゃいけないんじゃないかなっていうものがあって、それに関してちょっとデータ分析っていう意味合いも含めてちょっと出そうかなと思ってて、それが多分6時か6時半の方で出るかなと思うので、皆さん、ちょっとマリノスに関してそこら辺気になる方いらっしゃいましたら、そちらを見ていただければと思います。ちょっっと見る中ででももも出したいいののがあありすぎててて日2本じゃ足らないっていうところもあってその分の 早速埋めるような動画そっちで出したりするので皆さんぜひチェックしていただけると嬉しいでございますよろしくお願いしますごめんねたくさん宣伝させていただいてありがとうございますじゃあ続いていきましょう、えー、今のがマリノスでございました、えー、そして でまあ、だからこれからはあれですね、まあ、西村君戻ってきたところもあるんで、まあチーソンコーチ、まあ、だから暫定的な内部昇格ってなってるけど、暫定が取れるのか、それとも新しいの誰かが連れてくるのか分かんないですけど、まあ、どの道そこの課題点のところをなくせ、僕は上がっていくものなんじゃないかなと思うんで、そのあたりもちょっとご注目いただければいいんじゃないかなと思います。そしてて続いいこちらででございますす FC 町田ゼルビアですね もともと平川優選手がブリストルシティに行きましたけどその後ではレノン山口に奥山陽平選手が行ったあとは、えー、稲葉選手がこのたび鹿児島へレンタルということになりましたでプラス同日に発表されたのが、えー、初夏から杉岡大輝選手の獲得という形でございます でなんとなく僕、思うところとしては、もともとこれ、開幕の頃からゼルツクだったり、ミルワカ見てくださってる方も分かると思うんですが、僕は4・4には軸の一つであって、オプションは持ってると思うよって話してたと思うんですよ。いわゆる3バックやるんじゃ、変則型3バックやるんじゃないかって話のやつですね。で、それが、今回、平川優の移籍に伴って、ある意味、この平川アウトと杉岡インは多分、分ぶん、一、まあ、つ一個体の。 情報とと見ててていいいいんじゃないかなか思っていてまあ単純にこの442に杉岡選手を当てはめるなら、いわゆる林幸太郎ポジションなんで左サイドバックかなとは思うんですけど、まあ、平川が抜けてアタッカーが減ってサイドバックを入れる。うーん。まあもちろんこれから誰か入ってくる可能性もあると思うんですけど、というよりかは僕はこっちなんだろうなと思ってます。え3バックですね。 まあちょっと形は分かりやすくするためにえまあ3、2、5ていう形か5、2、3ていう形かで分かるようにするために3、4、2、1っぽくしてみたところはあるんですけどまあ要はセンターバック、フォーバックのうちのセンターバックの2人はまあ左なのか右の方にこの真ん中と右なのか真ん中と左なのかみたいな感じでスライドしてまあ今回で言ったら僕は杉岡左っていうところでこれ入れて まあここに、まあ、杉岡を下に入れるのか、林を下に入れるのかちょっと分かんない部分はあるんですけど、まあ、高さの観点を含めたら、とりあえず杉岡くんが左センターバックなんじゃないかなっていうふうに思ったりします。で、その理由、これね、だから、町田がきっとこう見たんだろうなとか僕はな、僕はもう開幕の頃から3絶対やるっていうふうに言ってるので、まあ、そうやるだろうなって確信はちょっとあったりするんですけど、じゃあなんでそうなのかって言われたら、 そういうういことでしょうねって思ってて思ます今年の J リーグ見る限りでまあ多分戦術的に見てる方は結構思った人少なくないんじゃないかなと思うんですけど今年フォーバックがいいかって言われたらちょっとそうは思えないというかただ何かなんて言うんですかベースフォーバックいわゆる スタンダードなフォーメーションとしてフォーバックを使っているチームとあとは、可変でいわゆる結果的に 4−4 になる4 2 1 3とか4 1 2 3やってたとしても結果的に守備非保持になった瞬間でこの4 4になるなっていうチームって少なくなくないって話でそうなると日本代表があのカタールワールドカップでもスペイン戦とかでやったしあと、なんならユーロとかでもそうですけどもうどこだってこれじゃん、3 2 5 5 2 3 相手がフォーバックなのであれば特に特に非保持の時にワントップの選手とウイングなのかインサイドハーフなんかトップしたのかが上がってきて4 4人のブロック組んでくるんであればボール持ってるチームってボール持つ側組み立てフェーズのところで3人で持ってれば相手のプレースタ2なので3対2で勝つでしょうで中盤ぶっ飛ばすサッカーをするんであれば前進フェーズのところこの水色のところで言うと相手のディフェンスが4人のところにこの青側の方で根気、保持側の方で行くんであれば5人でいけるじゃないですか。 左縦フェーズは3対2、前進フェーズは5対4ってことで、数的優位が1箇所1人ずつ取ることができるんですよね。これはしかも、だから、さすがにレーン全部で考えていくっていうことでもないと思うので、例えば、よりなところでいったら、例えばこの保持顔の方で見る、帆じ顔のサイドで考えて見るんであれば、センターバックがこの片方の子に行くんであれば、相手、プレス1に対して1対2が作ることができるし、 そこから例えば、体格に飛ばしましょう、例えばこれだったら、町田で言うんだったら藤尾に飛ばしましょうとかでもいいと思うんだけど、とか、オセフに飛ばしましょうで、オセフ右に来てもらえればとことになれば、相手の左のセンターバック、サイドバック、ブゲス、この町田の方で行ったら、ウィングバックとセンターフォワードと、右のシャドウに入る選手っていうので、3対2が作ることができるっていうので、どこでも優位性を作ることができますよねって形ですね。それでいけるんじゃんっていうふうにするんであれば、杉岡、林を左のセンターバックとかウィングバックで使っていくっていうのは、 ありななのかなってことはすごく感じることができますと。 でもちろん相手が3バックやってくるパターンってこともあると思うんですが、その場合でもセンターバックたちが、このねいわゆる右のこれ空白のスペースって言ったりしますけど、右側のところを全部、いわゆるこっち側捨てちゃって、えー、これでドレシビッチ少女が左側にこう流れてきて、左のセンターバックからギュンンと大会に渡していく場合でも、組み立てフェーズ3対3、前進フェーズ5対5っていうところででも町田の1 − 0ワ1のところで勝つ可能性というところ、データ上でもすでに出てたりしますし、あとはだから、それではいけそうだねってことを黒田監督と金ム・ヨさんが思った。 っていう風に考えるのはまあ データ見てればなんとなく見れるなーってところもあるのでもしかしたら後半戦に向けて、まあ、パスのそのね、えー、いわゆるルート作るのに対しても、まあた図形作るにしても今だったらフォーよりもこっちの方がスッと作れやすいってところがあるのでで平川抜けでアタッカー1人減ってところあったとしてもその代わり林杉岡はやしすぎうかうまく使ってなんだったらどっちかしか出れない瞬間があったとしてもじゃあ藤本選手が大分時代に左ウィングバックの経験もあるので鈴木純也バスケスバイロンも ヘンリー・ヒロキーも含めて、まあ、みんなそのウィングバック経験者も少なくないですから、というところで街でやっていくケースっていうのは少なくないんじゃないかなというふうには考えられそうな気がします。そしてえ今日のラストでございます。あとは気になるのがセレッソも似たような感じになるだろうなと思っています。えセレッソは、えー、ウルブスから来ていたハブナー選手が契約、まあ、レンタル期間満了という形になりました。ので 一応これ最近は4 4 2を主にやってるセレッソですがちょ,ちょっと説明したかったからっていう意味で、もともとの開幕当初の4 1 2 3あえて持ってきたって感じにしたんですけどちょっとディフェンスのところを皆さんご覧いただければと思います。まだ,あのあれだ北野颯太選手は決まってないんでまあ一応ね対談のところは外してあるってところはあるんですがああこれ怪我マークっていうか、けがマークじゃなくてこれ遠うマークにしようとしたんだけど忘れちゃってたわ一回これ外すねえただ、マイクマー君がもう AZ にも練習参加していて であとは奥田くんが最近こう起用されてるってところはあるけど、これでハブナーが満了になり、西尾龍也,西尾龍也選手が今、パリオリンピックに行,く行ってるって感形になるので、ディフェンスラインとしてはもう6人しかいないんですよね。だから今後やる可能性が低くないだろうというのは、 まあ上り座と3バックの左、まあ川崎先生でもやってましたけど、あとは奥田君を3バックの右に例えば入れるパターンだとか含めた上で、こちらもだから組み立てを4のパターンでやるんじゃなく、いわゆる4足す1みたいな感じでやるんじゃなく、まあ例えば3足す2とかの形でやるようなビルドアップのパターン変更で、また3、2、5、5、2、3みたいなことを、セレッスもやりそうな気がするな に、まあ、やり始めてますけど、まあ、そういうところで、まあ、坂田選手がまあ右サイドバックの位置から内に入ってくるケースとかもやりながらで考えたら、あと他の選手もちょっと後ろに入れる子ってことを考えたら、ハブナー抜けるっていうケースを踏まえたとしても、まあ、人数はギリギリ通りか成り立つだろうと、本当は取ってきた方がいいっていうのもあるかもしれませんが、あたらもしかしたら必ずしもまあ取れるわけではない、今年は、えー、まあデライブとかでも言いましたけど、セレッソがどうとか、どこのチームがどうとかの話じゃなくて、 なんで金がないからとかそういうことじゃなくて全チームがあのもう足らないんですよねセンターバックがね。 足らなくてボランチの選手とか何だったらチームによってはインサイドハーフとか務めてる選手とかをもうセンターバックに入れざるを得ない形で3バック形成しているチームも少なくないとまあコンバートさせたって形ですよね。それだから必ずしもお金があるからって何億出されてもうちは出せないっていうチームが何チームか正直存在してしまっている状況なのでセレッソとしても取れない可能性を踏まえてそしてあとは自分たちの,そのパスの流れってことをなんか改めてこう組みしてえっていうのでえ何か抜けたとしても誰かが いないってなったとしてもこの形だったらいけるんじゃないかってことを構築し始めたんじゃないかなってことをちょっと考えたりしておりますまあもちろんこれからまだまだ移籍市場っていうのは続きますしあとは中断期間の間でもっとね戦術なところをブラッシュアップさせていくぞっていうケースもあるでしょうからまあ今後またどうなのかは分かりませんけれどもとりあえず国内市場で大きく変化してきた部分がありますのでちょっとねご紹介の方させていただきましたという移籍投稿の動画でございました え改めてですけど、ちょっとね、マーさんが言いましたけど、痛いよという状態なので、皆さん、励ましのお便りもいただければと思いますけれども、またね、移籍の関数の話、いろいろ出てくるかなと思いますので、そちらもね、出していきたいと思います。ちょっとこの状況なんで、水曜日の夜に本当はね、パリ五輪世代の,あのフランス代表戦ってこともあったりするんですけど、ちょっとそれはプレビューで一歩が出すかもしれないけど、同時視聴はさすがになと思ってるので、そこら辺はちょっとご了承いただければと思います。え改めて、またいろいろ動画出てき、動画じゃないね、ニュース出てきましたら、ご報告 報告というか、えー、一つにまとめさせていただければと思いますのでこちらでご視聴いただければと思います三鷹、えーえー、毎日毎朝毎晩動画出しておりますので、えー、どうぞよろしくお願いします概要欄にタオルマフラーなんかもバレバレ売ってたりするんですけど、えー、ぜひチェックしていただけると嬉しいですということでドミルスタートでございました皆さん今日もありがとうございましたそれではというかまた明日の朝